ブイって言ったか。妙な奴だが今は従うさ。あのデカブツに代わりを返さねえとな。はい、こちらもうシリーズおなじみですかね、いつのさん。そうですね、あの4のスペシャルエディションでやっていただいた石川海人さんに今回もお願いした しました。はい、はい、じゃあもう次いっちゃいますか。いっちゃいますか。はい、はい、なあ、やつは悪魔をボコるプロなんだよ。あの義手も悪魔退治専用だ。よくできてるだろ。待ってたよ。いらっしゃい。ご注文は。はい、今回のね、ヒロイの2個、はい、リンさん最高、大好き。あの、やっぱりニコの性格にリンさんの声最高のコンビだと思うんですよ。そうですね、うん、はい、みんなの予想外れてましたかね。どうでしょうね、いろいろね噂ありましたけど、はい、では次でいいんですかね。はい、オーケー、モリソン、仕事の話だ。まず名前は。はい、はい、こちらもシリーズおなじみにはなってますが、もう森川さんね、はい、最高の声ですね。こっちも森川さん超かっこいいんですよね。かっこいい。ダンテの役をお願いするときはもういつもの森川さんでお願いします。普段の森川さんでいいですって言ってそのままでいいです。普段の森川さんこんな感じですんげえかっこいいんですよ。あ、こんな感じなんですね、森川さんね。はい、すごい。じゃあまだまだあります。はい、次お願いします。強大な悪魔が蘇ろうとしてる。力を貸してくれ。その悪魔はお前の戦う理由だ。おー、かっこいい。かっこいい、かっこいい。内山さんの声すごいんですよ、はい、名前呼ばれるだけでちょっとゾクッとゾクッとする。この方のね、V も誰が声優なんだろうってちょっとね噂になってましたけど、ね、はい、はい、じゃあどんどんいっちゃいましょう。次お願いします。獲物は早い者勝ちでいいのね。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。どうにかみんな無事みたいね。周りを見てくる。あいつとは長い付き合いだが、珍しく手こずってるな。大丈夫なのかよ、ダンテ。キリエ出てこないっていうね、出てこない、声だけ出てこない、すいませんね、はい、まあでも